するしない？どうも、ひなさいこです。今回も麻雀の匠松本プロの麻雀たくさん見せていただきたいと思います。それではどうぞ。ラン2局開始です。さあ皆さん手配を開けてください。松本さんはなんちゃドラがチュンです、うん、手配をいただきましたが一メンツ、まあ、形は悪くないですね。そうですね。だけどちょっとお打点の方がお値段みたいに言うのがちょっと見えない感じになって、はい、まあ789ですか。見えましたけどこれ難しいですね。まあマンズが伸びたら一気通貫もあるんで、しかもこれ789って相当ならないんですよね。このリャンウピのターツル、リャンメンターツを貼らなきゃいけない、ね、ここ並べなきゃいけないですもんね。ちょっと魅力的ではないか。なのででもちょっと上引きよりダイレクトの G1 がいって、一応789を一応見ます。見るんですね。僕は一応見ます。これ相当ならないんですけど、まあ、結局どっかのペンチャンターツ払うことになるかもしれないんですけど、まあ、もしかしたらここがめっちゃ良くなったりするかもしれないんで、一応めちゃくちゃ派手ですけどローワンからいきます。いきましたね、うん、まあ、あのやっぱりこのピンクの1000点よりも、うんうん、愚形のリーチ3色の5200のがやっぱこの天井はタコに価値ありますよね。もうラストかなり離れたんで、はい、もう野番が残ってるとはいえ高い手を上がりたいのは山々なんで、まあ、今ペンチワンとかハンパス入ったら両面立つ払います。おかなりこう4着は遠のいたからっていう判断も大きいってことですか。そうですね。うん、急須をつもぎます。はい、親の現物ですが、うん、これはつもぎり結構もうやっぱ打点に意識した手組みしますね。親だったらね、やっぱ先制リーチ重視したいんで両面ピン残すって選択あるんですけど、今回カンチャンペンチャン2つなんで、結局ねリャンウピンのターツを残してどっかのベンチャー払ってもまだ愚形が残ってると、うんうん、なんで今回はちょっとね広げようかなと思って。これは手出しなん、うん、パワーもね、これログワンパワー引っ張っちゃったらねマンズの上がちょっと警戒されちゃうんで、スムーズなつもぎりがおすすめですか。おすすめです。はい、まあ、あとはもうね安全度をちょっと買いながら、これもね、まあ、3色狙いますって言っても、うん、そうそう上がる形じゃないんで、あれローソー並べましたね。大物手を目指してるってことですかね、トイメン。そうですね。まあこれはあと残り2曲、3曲で親もない状態なんで、あそこはもう結構高い手が限定されてきますよね。ローピンを引きました。ローピンもこれもね、7、8、9いらない感じなんで、捨て牌が目立ってきましたね、本当に。そうですね。まあこれはしょうがない。やっぱ展望を狙う、結構ありがちな捨て牌ですよね、こういう展望。確かに。親はむしろ即リーチとかね、リーズモドレーション2000オールとかでも全然いいんで、3着目が近いんですよね。そうなんです。まだでもね、ここで親を蹴ろうとしても一緒なんで、僕は焦ったりはそんなにしないです。もう両ピン照らしてきましたね。はい、特にまあ本一じゃないのかなって思う。ね、ピンズで染めたいのかなと思ったら早くも出てきました、うん、白が場に1枚切れでですね、僕はここで、まあ、あのピンコン線ってちょっと上がる気ないんで、うん、ちょっとこれ極端かもしれないですけど数ピンいっちゃいます。かなりこれはね、極端ですか。そうですね、ヤウピン入っても結構今現状選べなくて、はい、で3色上がりたくて、うん、しかも白重なったらちゃんと3色まであるんで、数層とジャントを入れ替えてね、さらなる打点アップも含めて、うん、この白を残したわけですね。はい、でも中は2枚切られてもうすげえやっちまったなって思ってるところなんですよもうあのちっちゃく振れないから、もうやるなら大きくってことですよね。そうですね。この岩も残すんですか。岩はね、これ純ちゃん三色があるんで、ね、3ピン残しも、3ピン切ります。はい、両面ターツを並べていきました、うん、今はね、これで G1 をチーするかどうか考えてますね。もうまで2枚目ですもんね。3枚目でね、ちょっとさすがにリーチ三色はね、ちょっと夢見がちなところ。でも純ちゃん三色のきっと3900点もありますからね。チー今までとはまたちょっと違ったテンションの地位が聞けました、うん、はい、悩んでたところにちょうど出ましたね、うん、まあ、これでね、まあ、純ちゃん3色ね、漫画になる可能性があるんだったらドラ1だったりしたらあれなんですけど、ここはそこまでね純ちゃん3色になった、しかも E1 残り2枚の E1 なんで厳しいですか。うん、白の方残します。ちゃんとはまだ見て、
それももうね、上がれた。次泣いたら1000点になりますね。1000点になります。1000点でもうしょうがないですね。これはもう3枚目のチーワンをするしたらもう上って上がりほうきみたいな感じなんで、あのね、2,3 巡目頃のね、松本さんとは別人のようになりましたけどね、うん、もうそういう状況じゃなくなりましたからね。状況じゃない。最初はやっぱり大きな夢を持って、そう、後半はちょっと悠々自適な生活を送っていきたい、うん、そう、みんな最初はヒーローになりたいんですよ。はい。だけどどこかで現実を見る、そういうこと。これもね、白く重ねたらちゃんと3色だぜって思うけど、親の初の現物をちょっと取っておきたいから白切ります。いいですね。いいでしょう。公務員打法。そう、公務員打法現実的ですね。そう、現実的です。受けも含めての判断。そう、最初はプロ野球選手を夢見てねこうやってちょっとね、草野球から始めてね、そうだったんだけど、うん、やっぱり一握りか、もうダメだ、もう草野球だって言って、うん、国家試験何か受けようみたいなね。あとはね、早い情報があるのは、まあここがちょっとローソトリストとして入ったんですけど、はい、ちょっと分かんないですね、国試とかかもしれないですよね。一応全部見えてる配はない、ね、配はないですね。何が3枚切れんだっけ、うん、でも初が自分の目から4枚目ですかこれ。そうですね、ねえ、まあ、でも分かんないですね相当、うん、まあ統一手っぽくはないですよね。でピンズの統一でもなさそう、うんうん、トンションパイだねですね。ちょっとね、まあ国試だったとしたらこの初ちょっと怖いかもしれないですけど、うん、何か安全層の牌がねあれば変えたいんですけど、これもちょっと違いますね。うん、お、ここでトップ目の下茶からリーチの声。また捨て牌もね、早い順目から、うん、そうだったり、ね、G1 だったり出てましたもんね、うん、僕の2着目の僕のダブナンから最初に処理してね、はい、まあ、スピード感は感じたけど、まあでも分かんないですよね全然、うん、ここはまあ僕はこれで初4枚目を切って、国試はないよと。白も見えました、うん、4枚目、まあ、そんなにね国試怯えててもしょうがないんで。チーピン現物じゃないですか、うん、それでパワーソーガス筋出た時に仕掛けますか。仕掛けます。今は仕掛けるんですけど、まあ、僕これローワンパワーに来てて G1 チーしてるんで、僕ドラのチューン持ってねえだろって、さっきとあの前と同じ理由でドラのチューン持ってたら6、8、9から6とかこんな、ね、遠回りしないですよね。しないんでサブピン3ピンもね両面だらしなんで、僕ドラのチューン持ってないかもって思われてますね多分、うん、あっても1枚、うん、チュン短期はあるかもしれないですね。チュン短期お高いですね。そう、3色ドラドラとかちゃんと3色ドラドラとかがありそうなので、そのうち草現物あとは現状3着目の親がどこまでこの曲粘るかですね。そうですね、ちょっとあとはくれチーピン心の声が漏れています。くれない現状ね、9番ね通りそうだけど通ってはいなかったのか。でも G1 が前衛ですもんね。 G1 も切りやすいのか、うん、そうなんです。これね、ペーションパイですね。あら、トンも1枚入りなんですけど、はい、まあ、今現状通りそうなのが、通ってるのがチーソーと3万と E1、うん、で、まあ残り1ペーとトンも当たるかもわかんないんで、で、国士っぽい人がいるとしたら、ね、トンもしかしたら持ってるかもしれないですよね。トン切るときちょっと証拠あったんで、うんうん、トン2枚から切ってる可能性も国士だったらねありますね。ある可能性あるんで、まあ一応トンぐらいはいこうかなと思います。それよりもまあちょっとテンパイを目指すのが大事かなと思って。なるほど。まあでも分かんないですね、国士かも分かんないし全然、うん、まあ厳しかったことは確かですけどね、うん、親はとりあえずちょっとね、まだ降りてるか分かんないですけど受けてますね。通りそうな牌は切っていました、うん、急走自分の目から4枚、小走が3枚見え、3枚見え、まあ比較的安全そうではありますが、はい、もうちょっと、まあ、ペイは先輩取れたらいいなで残してた牌だったんですけど、今回は、まあ、ちょっと価値がないかなと思って、急走を切る価値もそんなにない手なので、はい、一回チーソー切ってちょっと粘ります。でテンパったら切るかもしれないですけど、水槽か
あたりが入ればこれペイ切る価値はあるかなと思いますね。金が出たり泣いてもありですか。泣いてもありです。終盤であれば終盤のほど取る価値はあると思います。親はどうするか。うん、親は一応ね9番取り取ってでもベタ折りではないと思うんで、うん、2番、うん、ちょっとね粘ってますね。これ U1 もね親の今の筋と、うん、親は張ってはいなさそうですか。なんか張ってたらこの順目でも現物待ちのチュンドラさんとかだったらありますけど、なんかリーチ打っても良さそうですよね。まあそんなに読み点が入っててもおかしくないですけど、そこまでケアしてないです。まあリーチ者の皮も濃いんでね、もしかしたら現物待ちで待ってる可能性もあるし。どうする。あと親は1回ですか。つもは1回ですね。これでどうするか。この動き重要ですね。シャア切ったのはシャア悩んで、シャアこれも2枚の可能性もありますね。まあ、さっきの可能性の方が高いんですか今この状況で。まあ、やっぱり数番中筋、中筋の数番だったんだね、はい、一応もしかしたら、あの受けに困って数番を切ってる可能性もありますよね。あそう手詰まって数番切ってる、はい、ただまあ9番問いととしてまあ、ベタ折りじゃなさそうだなと思ってるんで、うんうん、もしかしたらアンパイに困ってひねり出してシャーチャのシャーなんで怖いからシャーの取り取りした可能性もありますよね。はい、ウーピンでこれはさすがにどうですか。あと1回つも番あるんですけど、もう押すにはもう見合ってないですね。もうかなり見合ってないですね。厳しいですね。で、まあ、シャーがちょっと消耗してシャーだったんで、シャーがこれ単独の1枚じゃないだろうって思うんで、うん、まあ今完全に通りそうなのこの E1 1枚なんですけど、はい、でも今そのシャアが単独じゃないだろうってことで親に3万が今通る可能性が相当高い、シャアが残ってる可能性が高いんで3万はかなりっていうのはまあ、シャアが単独じゃないと思ってる、まだ手配にシャアが1枚持ってる、1枚以上あると思ってるんで、テンパイではないってことですね。そうですね。なので、まあ、今もしかしたら釣りテンパイして3万待ちになるかもしれないんで、うん、ここで3万切ります。この後先も大事ですよね。重要ですね。あとツモ番1回、ああそうそう、これはね、もう予想が出ました。さすがにもうこれはね、降りてますから、うん、ウーピンを押すほどじゃないですね、はい、これでもう一回シャアになるんじゃないかな。さらに今アンパイあったら切るかもしれない、うん、読み通りでした。これでもしかしたらシャア統一落としの間にサブロー1のテンパイが入りましたってなって、ね、はい、これで結局ね時にあどうしようってなりますもんね、うん、でこれで E1 を安全に切れると。はい、しかもドラでしたね。ドラでした。はい、流局です。流局、はい、テンパイの方開けてください。相当点でしょう。開けてください。はい、シャーちゃんの一人テンパイでした。お、手当たるね。当たりでしたね。さあ今回は最初はこう面前で大きくいくぞというところから身軽になり、うん、リーチに対してある程度テンパイは、ね、目指す、だけど最後の危険牌だったり順目によっては降りるという、うん、いろんなこう変化がありましたね。そうですね。やっぱりずっと大振りにしていくとなんかテンパイ量とかももらえなくて自利品になっちゃうので、まあ、最初は僕はスタイルとしては打点を大きく狙って、まあ、中盤はまあテンパイあって親が連チャンしたらもう一曲やろうと、はい、そういう感じのスタイルでやってますね。そして流局となりました、はい、この後親を迎えますからなかなか上がれないです頑張ってください。頑張ります。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。